順位を気にせず練習できるよ。今回のサポートセットを選んでね。さあ、どんな相手と戦えるかな。バトル前ってワクワクするよね。相手はどんな相手の動きに惑わされずに自分の戦い方をしていこう。今の攻撃かっこいい。フィールドフェイズから仕切り直したね。強化ゲージ満タン。今ならバーストできるよ。ほら、これも決められたね。次のラウンドが勝負だよ。次もこの調子でいっちゃおう。ラウンド2ファイト。さあ、頑張っていこう。すごい、もうこんなにリードしちゃった。体力はリードしているけど油断はしないでね。忘れてない？もうサポートを呼べるよ。パワーアップしている今がチャンス。お疲れ様。私のアドバイスは役に立った？やったね。今回のサポートセットを頑張ってアドバイスするよ。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけど。そのポケモンは自分のやりたいことに応えてくれるよ。共鳴ゲージが上昇したよ。共鳴ゲージはまだ半分か。サポートゲージが溜まったよ。自分の攻撃でフェイズ変化を起こすと共鳴ゲージが溜まる。やったね。次で一気に決めちゃ。今のバトルは面白かったよ。次も期待していい？ラウンド2ファイト。自分のポケモンを信じて頑張ってるね。地道にガードしていこう。サポートのことを忘れてない？困ったら助けてもらおう。いいね、この調子でガンガンいっちゃおう。よし、パワーアップしている今がチャンス。グレイトだね。
バトルだ。お疲れ様。私のアドバイスは役に立った？スキルポイントを割り振る項目を選び、サポートセットを決めるのか、どんな相手と戦えるかな。ピカピカピカ。緊張しないで、楽しんでいこう。ラウンド1、この相手に追い詰められるとかなりまずいよ。共鳴ゲージが上昇したよ。相手の共鳴ゲージが回復したよ。相手の体力を消費してるよ。共鳴ゲージはまだ半分か。よし、サポートを呼べるよ。共鳴ゲージ満タン。今ならバーストできるね。いいね、この調子。やった。次のラウンドはいただ、いい感じで勝てたね。次も同じサポートで行く。ラウンド2、バトルを楽しむことが大事だよ。地道にガードしていこう。サポートのことを忘れてない？困ったら助けてもらおう。フィールドフェイズから仕切り直したね。クリティカルを狙ってきた。攻撃ゲージは満タンだよ。バーストしてきた。何とかやり過ごして。いいバトルだったよ。ああ、面白かった。真剣勝負もいいけど、まずは楽しまないとね。スキルポイントを割り振る項目を選んでね。新しいアイテムが手に入った。いい試合だったね。初めて見る顔だけど、このリーグには最近上がってきたのかな。ところで聞いた？さっき黒いポケモンがまた現れたらしいよ。それってフードをかぶった女の子と一緒の？そうそう、しかもその子ってバトルグラスをつけていないみたいなんだ。どうやって共鳴してるんだろう。もう何人ものトレーナーがひどい目に遭ってるみたいだから、君たちも気をつけなよ。こないだ戦ったミュウツーのことだよね。今思い出すと、全身が黒いだけじゃなくて、肩に大きな共鳴石みたいなもの、あの石が原因であんな姿になっているのかな。それにしても非公式なバトルを繰り返すなんて。今回のサポートセットを選んでね。頑張ってアドバイスするよ。
さあ、バトルが始まるよ。張り切っていこう。通常攻撃はつかみ攻撃に勝てるよ。相手の共鳴ゲージが回復したよ。通常攻撃はブロック攻撃に負けちゃうんだよね。共鳴ゲージはまだ半分か。あ、エネルギーが発生しているみたい。あれだけは共鳴ゲージが増えるよ。共鳴ゲージ簡単、今ならバーストできるよ。これだけリードフィールドでサポートゲージが溜まったよ。地道にガードしていこう。最初だね。次で一気に決めちゃおう。次のラウンドも楽しんでいこう。さあ、サポートは自分のポケモンを信じて頑張ってみて。共鳴ゲージが上昇したよ。自分の攻撃でフェイズ変化を起こすと共鳴ゲージがたまるよ。通常攻撃している相手を掴むことはできないんだよね。忘れてない、もうサポートを呼べるよ。いつでも共鳴バーストできるよ。ターゲットが減っていく。あ、エネルギーが発生しているみたい。あれを取れば共鳴ゲージが増えるよ。試合時間の半分を過ぎた。いいね、この調子でいこう。パワーアップしている今ならチャンス。やったね。わり、お疲れ様。次も頑張ろうね。新しいアイテムが手に入ったよ。サポートデッドを決めるのって悩むよね。それじゃ、よろしくね。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決める。このバトルリングは広いね。うまくクロマを浮かせるといいかも。よし、デュエルフェイズに入ったな。試合の流れがつかめたらサポートゲージが止まったよ。今ならバーストできるよ。大事時間だけサポートのことを忘れてない。困ったら助けてもらおう。このままバスと攻めていく。相手の共鳴ゲージが回復したよ。やったね。次で一気に決めちゃおう。次もこの調子でいっちゃおう。 Round two. バトルで楽しむことが大事だよ。共鳴ゲージが上昇したよ。いいね、この調
中は強力なマスターアタックを使うことができるよ。やったね、私のおかげ。どうだった、今回のバトル満足できた？スキルポイントを割り振るコーナー。地位を目指そう。サポートセットを頑張ってアドバイスするよ。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚。通常攻撃はつかみ攻撃に勝てるよ。次のラウンドが勝負だよ。次のラウンドも楽しんでいこう。さあ、サポートはどうする？ラウンド2、自分のポケモンを信じて頑張ってみて。共鳴ゲージが上昇したよ。共鳴ゲージ満タン、今ならバーストできるよ。忘れてない？もうサポートを呼べるよ。あ、エネルギー、よし、デュエルフェイスに入ったよ。いいバトルだったよ。お疲れ様。次も頑張ろうね。スキルポイントを割り振る項目を選んでね。新しい称号が手に入ったよ。サポートセットを決めるのって悩むよね。楽しいバトルになるといいね。バトル前ってワクワクするよね。相手はどんな作戦を立ててくるのかな。今度の相手はどんな戦い方をするのかな。これだけリードしていれば大丈夫。
と気持ちいいよね。よし、サポートを呼べるよ。よく決められたね。次で一気に決めちゃ、次もこの調子でいっちゃおう。ラウンド2ファイト。さあ頑張っていこう。共鳴ゲージが上昇だよ。共鳴ゲージなんと今ならバーストできるよ。忘れてない？もうサポートを呼べるよ。クリティカル。相手も厄介力を上げたから気をつけてね。これだけリードしていれば大丈夫。このまま追いつけちゃう。いいバトルだった。お疲れ様。私のアドバイスは役に立った？スキルポイントを割り振る項目を選ぶ。新しいアイテムが手に入ったよ。サポートセットを決めるのって悩むよね。さあ楽しんでいきましょう。バトルが始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1ファイト。狭い場所のリングだから追い込まれないようにね。体力が動くだから気をつけてね。体力がリードしているので油断はしないでね。エネルギーが発生しているのか。共鳴ゲージはまだ半分か。やったね。次のラウンドが勝負だよ。次もこの調子でいっちゃおう。ラウンド2ファイト。さあ頑張っていこう。フィールドフェイズから仕切り直したね。共鳴ゲージなんと今ならバーストできるよ。共鳴ゲージが上昇だよ。ストレート勝ちなんです。お疲れ様。私のアドバイスは役に立った？スキルポイントを割り振る項目を選んでね。今回のサポートセットを選んでね。それじゃ、よろしくね。
緊張しないで、楽しんでいこう。このバトルリングは広いね。うまく広さを生かせるといいかも。よし、デュエルフェイスに入ったよ。相手の共鳴ゲージを吸収したよ。共鳴ゲージはまだ半分か。通常攻撃は地道にダウンしていこう。まだ強いね。共鳴ゲージはまだ半分か。サポートゲージが溜まったよ。試合時間は半分を過ぎたよ。やったよし、張り切って次もこの調子でいっちゃおう。さあ、頑張っていこう。忘れてない？もうサポートを呼べるよ。今だ、ダンスできるよ。さすがだね。やったね。私のおかげかな。お疲れ様。次も頑張ろうね。サポートセットを決めるのって悩む。楽しいバトルになるといいね。バトル前ってワクワクするよね。相手はどんな作戦か。この相手なら攻めやすい距離で戦うのが一番かな。共鳴ゲージが上昇したよ。試合時間が半分。相手の共鳴ゲージを吸収したよ。これで共鳴ゲージ簡単。今ならバーストできるよ。忘れてない？もうサポートを呼べるよ。やったのラウンドはいただい、次のラウンドも楽しんでいこう。さあ、サポートはラウンド2バトルを楽しむことが大事だよ。体力はリードしているけど無駄はしないでね。体力忘れてない？もうサポートを呼べるよ。通常攻撃はブロック攻撃に負けちゃうんだよね。パワーアップしている今がチャンス。あ、フィールドに大きなエネルギーが発生してるよ。
ストレート勝ちなんてすごいね。ああ面白かった。真剣勝負もいいけど、まずは楽しまないとね。スキルポイントを割り振る項目。